会社ってすごく業績上げるっていろんな方法があるじゃない。はい。で、一つは仕組みを作るってことがありますよね。それから、売上と利益で、プラマイゼロ、もしくはちょっとプラスの状況にならないと物事が改善できないでしょ。なんで、例えば、企業の再生とか、はい。業績不振の状況をなんとか立て直すっていう場合には、まずは、収支を合わせるってことが必要になるんだよね。で、巡航速度でとりあえず日々が生活できるっていうところまで持っていかなきゃいけないんですよ。だから、ちょっとプラスがあった方がいいよね。で、その状態になると、役職上位者は日々の仕事に入っていかなくても良くなるでしょ。業績がいけない、まずいと、どういうことになっちゃうかっていうと、成績上位者どころか、社長までも含めて現場の仕事を入れ始めちゃうよね。そうすると人に対して構う人がいなくなるんですよ。で、これが、俺は頑張ってんのに、なんでみんな頑張ってないんだと、俺のこと見ろよって言っても、皆さんバラバラでやってますから、どんどん崩壊に向かっていっちゃうんですよ。ってことはどうしたらいいかっていうと、収支を合わせるんだけど、合わせる収支の中で、自由に動ける人を作んなきゃいけないんです。で、それが、組織が小さかったら社長さん。ある程度組織が大きかったら、役職上位者の複数人が、とりあえず現場から抜けないといけないんです。で、抜けた人間何するかって言ったら、人の感情のメンテナンス。例えば、佐藤君って人がいたら、日々の仕事はとりあえず頑張ってくれて、トントンもしくはプラスになってるんだけど、それより良くするためには、彼が業務を改善する、それから考え方や性格をもっとプラスの方向に持ってくれて、成長する軌道に乗せていくことが重要なんですよ。例えば30人社員がいたら、この30人を一人一人見てあげてね。で、この子もっとこういう考え方したら、楽しく仕事ができるのにとか、ここをもっと早くやってくれればもっと業績上がるのにとか、自分のことだけ考えるじゃなくて、もうちょっと視野広げてあげればうまくいくのにっていうのを、こう30人だったら30人分セットするんですよ。で、順繰り順繰りこう話をしながら、よりそういう方向に向かっていけるかどうかっていうふうに、業務なり、人間の考え方の修正をする人が必要だ。で、結構業績を変えようとか、うまくいってない時に、何もしないで売り上げを上げようとしちゃう。じゃなくて、一回もう少し全体の経費を削減するとか、要するに余裕を作ればいいんじゃない？で、自由にこう人と接触できる人間作るしかないでしょっていうことなんですけど、イメージはね、この人それと同じことをやるべきなんですよ。で、それが、